うわー、受けるんですけど、今何メートルから落ちた？骨折れなかった？気安く話しかけるんじゃねえ、この方は女王。おだまりカスどもが、私は女王の、女王ポリザベスよ。お前たちうちの庭で何をやっているざます？トイレなら私に話してくださいよ、貸しますから。女王がトイレを貸すだと俺を試しているのか。噂には聞いている、こいつは下水女王だと。もしかしたら話を伸ばして漏らす様を見届けるためにここにやってきたのかもしれない。まあとにかく話を終わらせないと、もう半分は出ている。ここをまっすぐ、そして左を曲がってからまた2キロを歩いて、そこにあるゴミ置き場の隣にトイレがありますわ。ずいぶん長えな。もうそれ聞いただけで出そうなんだが、やべえな、もうちょっと、ごきげんよう、タコ、ボンドです。さね、今回、見てください。まあ、この宇宙で、いろんな実験ができちゃう、宇宙シミュレーターをね、今回やっていこうと思います。さあ、近づいてみると、この中央にあるのが太陽だね。これを中心に、いろんな星が回ってる。宇宙って、こういうの不思議だよね。ちなみに地球はこれか。この広大な宇宙から見たらちっちゃいんだけど。これね、早いな、しかも動きが。じゃあね、一回これで、この星をね、比べることができるんで、見ていこう。いやー、でもこう比べると、太陽だけ異常にでかいな。なんだこのサイズは。そっから木星だね。太陽の次にでかいのが木星。この太陽系の中ではね。それから土星。で、そっからまた小さくなって、海王星、天王星。この二つ似てるよね。サイズも同じぐらいだし。で、こっから、さらに小さくなって、地球がやってくるんだね。すごい、この地球、荒ぶってるな。実際こんだけ早いんだろうね。で、その次に、火星がやってくるんだね。意外とまあ火星ってこれだけ小さいんだね。さらにこれ水星か。で、これがエリス。初めて聞いた。冥王星かな。ここら辺からちょっといろんな星が並んで、一番小さいのがこれだね。この肉、いやこっちもあったな。コプフ。一番小さい星がコプフ。星というかこれ隕石かな、わからないけどね。さあ、まあ太陽と比べるとこんな感じだね。まあこの太陽系に存在する星。さあこっからね、いろいろ実験ができそうなんでやっていこうと思います。まずここで追加で、なんと星を追加できるんで。いやでもいろんな種類があるけど、まずは地球を増やしてみようかな。増やすとどうなるんだ？おお。とりあえず太陽に近づいて、このぐらいのところで増やしていた。待って、早いな、動きが。なんだこれ。すごい速度で回ってるんだけど。結構地球増やしちゃったんだけどね。さあじゃあここで時間を止めて見ていこう。さあ見てください。追加した地球です。結構太陽に近づけたけど大丈夫かな？この距離ね。太陽に近いと、なんか、水が蒸発しちゃうとかね。海の水が蒸発しちゃうとか、そんな感じだと思うんだけど。さあこっちにも、一番近い地球かな、これ。太陽に一番近い地球。ちょっと赤くなってない？これ。大丈夫か、この地球は。
うわ。まあでも一応水はあるっぽいね。赤くはなってるけど。結構早く回ってたけど、これで速度を調節する感じなんだね。じゃあ一旦ここら辺で時間を止めといて、ちょっと地球を並べる感じで追加してみようかな。よし、ここら辺に横にびっしり並べてくか。いや、これはどうなってしまうんだ。よし、ここら辺も一気にポン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 という感じで。さあ見てください、この地球の数ものすごい近いけど、これぶつからないかな。まあ今ね、時間止めてる状態だから今はねぶつかりはしないけど、でも青い、追加した地球はまだ青々してるけど、最初に追加した地球はもう枯れちゃってるな。これやっぱ結構これ太陽に近かったんだね。まあということでね、ここから時を動かしてみよう。スタート。おーっと、ちょっと待って、早い早いちょっと早速ぶつかっちゃったんだけど、これもうちょっとぐらい速度を遅めて、これで見ていくと、おー、見てください、この美しい姿。地球が集まるとこんな感じになるんだね。破壊されてって生きてる地球も何個かあるね。もう砕けて隕石溶かしてる地球もいるね。じゃあ今度はちょっとぶつからないように距離を保ちながら行くか。よしよし、どうだどうだ、これで完成しました。なんとも不思議なこの光景、地球がここまで並ぶか、綺麗に。まあ、今回はね一列にしました。これでまあぶつかることはないんじゃないかな。一つ一つ距離も保ってるし、まあおよそ100個ぐらいですね、この地球。ここまでずっとびっしり続いてます。さあこれで動かすとどうなるかな。それはね、ここら辺からスタート、始まりました。なんだこの地球のレースみたいな感じの光景は。いやでもなんとも美しい、なんでしょうかこれは。なんか突然 BGM も壮大的になったな。おっと、でもちょっとぶつかってる、爆破してる地球もいるぞ。ここどうした、赤くなってるね。ところどころでも爆発してる地球もいるね。これでもうわすごいな。地球の流れ星かっこ100だよこれもう。だってこの地球とか死んでるな完全に。おーでもこれ上の方から見てみると太陽系から離れていく地球もいるぞ。まあでもこの太陽の周りを回る地球も何個かあるみたいだね。いや地球100個集まるとこんな感じになるのか。もう太陽系から離れていく地球にだけは住みたくないね。そもそもこれ太陽に近すぎて、もう生まれた瞬間死んでるんだけどね。じゃあ今度は、この太陽。今ね、ここに太陽一つあるんですが、二つ目の太陽を設置してみよう。うわぁ、軽い。三つ。四つ。太陽設置しまくろう、ここ。うわうわ、これどうなるんだ？この太陽の数ね。もうこの周りの星すべて溶けそうだけど。もう一回りぐらい太陽設置してみるか。
20個ぐらいの太陽ですね、これ。そう、じゃあここで、時を動かしてみよう。スタートを。おー、なんだ?ちょっと待って。どうなってんだ、これ。一体何が起こったんだ?一回時間止めて見てみよう。うわ、これもしかして太陽爆発してる?太陽の破片かな、これ。破片が飛び散ってるっていうことは、何個か爆発しちゃってるね。てか、なんだこの世界。まるで空のような、宇宙なんだけどね。おお、でも離れると、宇宙。太陽の周りだけ、謎のオーラ放ってるけど。なんだこの、宇宙は。ここでまた時を動かしてみるよ。もうどんどん広がってってるぞ。この謎のモヤモヤ。飲み込まれていく、ブラックホールのように。太陽が集まるとこんな感じになるんだね。どんどん広がっていく。この宇宙すべてを飲み込んでいくような感じ。これがもしかしてビッグバンってやつ?宇宙の誕生、ビッグバン。いや、これ宇宙終わってんじゃないか、これ。中はどうなってんだ?太陽でも3個だけ生きてる。まあでもこの中が白いな。さあ、うわあ、どんどん広がってくよ、闇が。宇宙はこうして終わってしまうのか。こっからなんか動きが止まったぞ。消えた。もやもやが消えた。まあ、こんな感じの宇宙シミュレーターでした。まあ、あくまでね、これはゲームなんで、実際にさっきの闇みたいなことがね、起こるかはわからないんですがね。まあ、ね、次回も面白い実験ね、やれたらやろうと思います。それではコメント、グッド、チャンネル登録、よろしく。